うわこれ景観いい。うわーすごいよこれ、最高。前回に引き続きシェナンドー国立公園を巡っています。いやー、それにしても雲が一切ないですね。快晴です。まずは国立公園北口から入って10分ほど走ったあたりにあるディッキーリッジビジターセンターに立ち寄ってみましょう。ここはですね、だいたい標高700メートル付近にある、ね、ビジターセンターですね。建物の裏には、ね、このような芝生エリアが、ね、広がってるんですね。まあ、まさに、ね、観光客が来る憩いの場所なんです。もともとは食堂として1938年に建てられました。ただ第二次世界大戦時に一度閉鎖されてしまったそうです。1958年にこの建物は現在のビジターセンターとして改築されたんですね。ディッキーリッジビジターセンターを含めこの国立公園にある4つの建物は地元バージニア州出身のマーセラス・ライト・ジュニアという建築家によって設計されています。そしてこれらはアメリカの国家歴史登録財にも登録されているんです。それでは建物の中に入ってみましょう。立派な暖炉ですよね。冬はね、マイナス10度ね下回ることもあるんで寒いです。まあ、本当寒くなりますね。今でもね火がね灯されるわけなんですよね。ギフトショップのね、入り口にこれヴィンテージポスターがね飾ってありましたね。各国立公園で、このような公園を象徴するイラストのポスターが売られてますね。お値段はというと45ドル、まあ、訪れた記念に購入してみるのもいいですよね。ギフトショップでは園内に生息するブラックベアやハイイロリスのグッズ、他にもシェランドー国立公園にちなんださまざまなグッズを買うことができます。はい、今ですねこのバージニア州のですねシェナンド、ね、国立公園に入ってます。まあ、北からね、入ってまして北にですねディッキー、リッジビジターセンター、ね、北のゲートから入ってそれからですね南にずっとね、まあ、南西に向かって、走っていくわけなんですけどね、このスカイラインドライブ全長169キロあるんですけれども、とにかくですね、この車で右側、ねのところね展望台どこでも結構です、ね止めて写真を撮っていただきますとこのね後ろにマサヌテン山脈ね、それがね見れます。ぜひね車を止めてねすごく景観も素晴らしいところですからぜひどこでもいいです。たくさん実は展望台ありますから 2,3 箇所展望台を泊まって写真ね動画撮影していただければと思います。まあ、ここも絶対ね、一押しのところです。はい、このですね、シェナンドー、ね国立公園にはたくさんのですねトレイルまた滝とかあるんですけどもね一番人気のね高い、トレイルがじゃーん左手見ます。ストーニーマントレイルヘッドね、ストーニーマントレイルなんですね。まあ、標高ね高さね1200メートル、ね、ループにね、このようになってまして途中からですね。でこれで往復でね大体 2.5 キロほどなんですね。非常にまあ簡単にねハイクできますし非常にまあ眺めもよく風光明媚なところです。そしてまあこういうね野鳥がいたりとかそれといろんなねこの森林植物も途中でね見ることができます。もうこのねシェナンドー国立公園でちょっと歩こうかなっていうんであればまずねこのストーニーマントレイルね迷わずこちらの方をねお勧めしたいと思います。ディアいますね。ミュール。このシェナンドーね国立公園で、まあ、最もね人気のあるねトレイルがこのストーニーねマントレイルなんですけれどもこのようにねちょうどもう1200メートル来ましてあと最後ねストーニーマンサミットっていう頂上があります。まあ、ここはね非常に見晴らしがいいんですけどねここまで行ってぐるっとまた帰ってくるという感じになりますね。本当程よい、トレイルですね。そんなに高低差もありませんからね本当初級者向けのコースじゃないでしょうか。
またね、秋はおそらく紅葉でね、非常に綺麗なところだと思いますのでね、ぜひ、このですね、ストーニーマントレイル、ね、そしてサミットね、歩いて観光ね、していただくといいと思います。はい、今ね、このストーニーマンね、トレイルをずっと歩いてきまして、途中からね、ストーニーマン、サミットということで、今標高大体1,256m のところに、おりますけれども、まあ見てください、このね、後ろに広がるですね、この素晴らしいですね、このまあこのね、同じ高さの山脈、そして平野、もう本当緑、素晴らしいですね、この景観、最高ですね、本当。このバージニア州ね、唯一のね、国立公園になりますけどね、本当素晴らしいです。まあ今あるこの石はね、どうやらこれ花崗岩になりますね。花崗岩、皆さんよくご存知ですよね。花崗岩とはマグマが冷えて固まった岩石、火成岩の一種です。この岩は非常に硬く、風化劣化しにくいのが特徴。日本ではよく墓石や建物にも使われたりしています。また日本では御影石とも呼ばれています。これは昔兵庫の六甲山から切り出された花崗岩が御影という港から船で各地に出荷されていたことから来ているそうです。そしてまあそれはモレーンと申しましてね、おそらくもともと氷河があったんでしょうか。その氷河によって、が溶けて、流れることによって岩を運んできて、それがそのままね、の状態に残っている、これをモレーンと言いますけども、このモレーンとは氷河が残した痕跡の一つ。昔山岳部が氷河によって削られた際、多くの岩や土が出てきます。それらが氷河と一緒に運ばれ平野部分に積もったものです。そういうのも見受けられますね。本当素晴らしい展望台兼ね、取れるんだと思います。まあ、ぜひね、このシャナンド国立公園お越しになりましたら、このストーニーマンね、トレイルとサミットね、必ずね観光していただければと思います。